テシオは、海上保安庁の最標準視線。海上保安庁の分類は PM 型、交渉線形は500トン型。同型線はない。海上保安庁の3隻目の最標準視線にして、自主建造した、最標線としては2隻目である。本来、最標線は大型かつ、機関の馬力が大きいほど最標能力が高くなるが、テシオは先行して建造された、宗谷とは異なり、 ラウス港や根室海峡などの水深の浅い海域での活動を可能にするため、再氷船としては比較的コンパクトにまとめられている。ただし、小型ながらも選手に30度の傾斜を有しており、厚さ 55cm の氷を3ロットで連続再氷する能力を備え、ラミングでは 75cm の再氷能力を有する。メートル以上の氷はチャージングにより、 採氷する。採氷選手の他にも、推進系を、氷変から守る、ボッシング構造や火事を保護する、アイスホーン、チャージング時の角の乗り上げを防ぐためのフォアフードなど、小型ながらも採氷船に必要な装備を有している。船体には、重量軽減のために、高調力鋼が多用されており、体氷部分は加えて、低温での人生に優れた、D 級鋼を使用している。 構造は、採氷船に多用されている横肋骨構造を採用しており、選手などの採氷する箇所は特に外反を厚くして、肋骨を追加している。また、洋上での揺れを軽減するためにビルジキールを有している。主機関は、ディーゼルエンジンで冷却海水は氷により、吸入口が塞がれるのを防ぐために、吸入した海水のタンクと複水器を有している。 プロペラは推進力向上と氷からの保護のためにシュラウドリングを追加した可変ピッチプロペラである。また、火事は2機有している上に選手にサイドスラスターを有して操船性の向上を図っている。テシオは日本交換鶴見製作所で建造された。設計にあたっては日本海事協会の対氷構造規則やカナダの規則を参考にした上で、 オホーツク海の流氷の特性が加味されている。浸水式には、造船所を見学中の小学生も臨席した。1995年10月19日に就役し、ラウス海上保安所に配属された。初の救助出動は、1996年3月8日に、ロシアからの要請で行われたもので、根室海峡のロシアの主張する、領海外で流氷に閉じ込められたロシア漁船。 シュムシュ107を栄光し、流氷を再表しながら、評海外へ誘導した。ありがとうございます。